今日は折り返しのターゲットになっている岡田がここも一番ファーサイドにいます。あえてニアを狙ってきた。勝ち越しで福島一貫してファーサイドのコーナーだったところがここへ来てのニアサイド。ここでニアサイドのディフェンス3人が触ることができませんでした。まあ、19番の川西がニアに入っていったことで。